川島すばるは、日本の現代音楽の作曲家、演奏家、国立音楽大学准教授、東京音楽大学、及び、直美学園大学講師、日本作曲家協議会副会長、東京都生まれ、5歳からピアノを習いつつ、小学4年の頃から自然と作曲に目覚める、東方中学、高校時代に作曲を、金子新一に指示。 一郎を経て、東京芸術大学入学、卒業、同大学院修了。作曲を、松下伊佐を、近藤譲に指示。秋吉大国際作曲賞、ダルムシュタット歌紀現代音楽講習会、小学生賞及びベストノーテーション賞、ダルムシュタット歌紀現代音楽講習会、クラーニヒシュタイン音楽賞、日本音楽コンクール作曲部門、第2位及び中道賞。 第7回、芥川作曲賞など、国内外のコンクールで入賞、入選多数。アジア作曲家レン名番国大会、イサム世界音楽の日々コペンハーゲン大会、ハノーファービエンナーレ、日本アセアン交流10周年記念合同オーケストラ、泉、シンホニエット大阪、ガウデアムス国際音楽週間、ミュージックフロムジャパンなど、世界各地の現代音楽祭や、 演奏団体によって作品が取り上げられている。また、音楽企画にも、精力的に取り組んでおり、作曲家集団、現在形の音楽導人アンサンブルコンテンポラリーアルファー代表、副代表、ネクストマッシュルームプロモーション指揮者、音楽監督、泉、シンホニエッタ大阪プログラムアドバイザーなどの実績を、持つ。2004年、 川島が企画した現代音楽演奏会の会場で、個人レッスンの希望を進言してきた当時、京都市立芸術大学に在学中の山根明子と出会いの地に結婚。2007年4月から2013年3月まで、山根と共に、エクスペリメントと称するレクチャーを添えた、現代音楽コンサート X を主催。演じる音楽と、笑いの構造を標榜した創作を続けており、 思わず演奏家のアクションを重してしまうというあの感覚を全身的な体験としての芸術体験と決定する価値観を追求して作曲している。川島はまた音響レベルでのスタイルは変幻自在だが行意レベルのスタイルは一貫させるとしている。その結果コントラバスソロのためのパガニガニ。 5校尺8ソロのためのエチュード、小ソロのための、手遊び17校ソロバイオリニストのための、夢の構造3などの独奏曲に共通している音響モデルは一つも見られない。川島は、私は自分の集中力に忠実であろうと思うとも語っており、弦楽史重奏のための、マニキは後に続ける部分を全カットして発表した。 また川島は既存楽曲の編曲や会の接収の補作も行っており、他の誰かがやるよりも自分でやることの方が適しているため、ピアノ、打楽器、式の各分野における自作自演を行い続けている。川島が提唱した演じる音楽は表面上の移動が明らかではあるものの、近藤譲るの千の音楽にショックを受けてから、その生涯を貫くテーゼこそ、 真の作曲家が備えるものと捉え、感化された結果だという。その上で、線の音楽に対する演じる音楽をユークリッド幾何学と非ユークリッド幾何学との違いに例えられるかもしれないと述べた。また、商業音楽の虚構性などを追求した上で、鑑賞を目的としない音楽が普及したことが現代音楽を遠ざけたとし、レコード芸術が創刊されてから、そういった、 クラシックファンが定着しているのを認めながら、そのような人たちが期待してライブを鑑賞すれば、幻滅してしまうケースもあるだろうと指摘。これは演奏の確かさや会場の環境の不備という現実に直面することで不信を抱き、結果、録音されたものを思考の音楽とみなす、ある種の引きこもり層を増やすことにもつながっているのではないかと言及した。さらに、 デジタル技術による編集に加え、エフェクト処理などをされた加工品を仮に現実だと捉えている層は、その幻の実現を夢見て、ライブに出向くことは愚かであって、騙されていることに気づくべきだとも忠告している。写真家の木下明は、川島の代弁者として、現代は映像の時代であると切り出した上で、携帯電話が今では万能な映像機器となり、 CD は DVD にとって変わり、視覚の時代となったが、現在でもクラシック音楽は19世紀以前の耳にとらわれ、前衛的な現代音楽の分野でさえ、その多くは未だ耳であると述べた。それゆえに、川島の演じる音楽は、このような今の時代に沿って考え出されたもので、作品集、アクションミュージックでは川島が五千部に演奏行為を書き込み、 視覚に訴えたと説明している。ただあくまでも CD なのでそれは想像するにとどまるとした。サムラ・内守のゴーストライターが、荒垣隆と発覚した問題では、古今東西どこにでも転がっている話とあしらい、映画やゲーム音楽の場合、それが様々な段階を経て完成するまでに、 ビジネスプロセスやアウトソーシングに携わる人の総意が多かれ少なかれ反映されて当然で、どこからがゴーストライターと言えるのかは不明確としている。その上で、荒垣にはそれなりの罪はあるものの、あくまでも被害者であるとの見解を示した。また極端な例としながらも、天ヶ崎事件の共犯者たちには期待可能性はなかったと言明し、荒垣の境地を語った。 ただし川島は荒垣を擁護するつもりは全くないと弁解している。2014年10月3日、新宿区内で乗用車を運転中、公務執行妨害の現行犯で新宿警察署に逮捕された。逮捕容疑は一時停止をしなかったとして白バに停車を求められたが無視して逃走し、ビル駐車場に車を止めようとバックした際、追ってきた白バに車を衝突させた疑い。 同ビル内で予定されていたリハーサルに向かう途中だった。追跡されてから7から8分間走り続けていたが、川島は違反したわけではないと話し、公務執行妨害も故意にぶつけたのではないと容疑を否認した。また同6日に釈放後、自身の Facebook でも逮捕容疑は冤罪と主張している。同年12月12日には、 この辺りで事実関係を明確にさせていただきたいとして、ブログにて発表。動画撮影など、当時の状況の再現を試み、詳細な検証を行った上で、反論資料として提示した。この影響で、10月6日に予定されていた、サントリー芸術財団主催のコンサート、作曲家の古典2014、川島すばるは中止となったが、 前述の逮捕報道をより先に主催者が後、マスコミによって発表されている。また、同18日に出演予定だった、フィリアホール共催コンサート、横浜新ォニエッタ大8回演奏会は、出演が、藤倉大に変更された。他社によるモノ CD のライナーノート監修。ありがとうございます。